はい皆さんこんばんは今日は3月9日木曜日です22時48分ですね今日も一眼動画についてのトーク134回目でお届けしたいと思います本日はまずいつものバンティービーさんにお越しいただいておりますこんばんはどうもこんばんはバンティービーの坂東ですはい本日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそして今日はですねまたあのトモさんにねお越しいただきましたトモさんこんばんは はいこんばんはよろしくお願いしますああ。どうぞよろしくお願いします。はいはい、はい、まあこの三人集まってね、えー、またあのこの真っ黒のねトークをやろうということなんですけど <laughs> はいはいえっとまあ今日はですね、えー、特にこれといったね機材を語るっていうもんじゃなくてはいまあ、あのー、なんですかねソニーのねカメラうんうんソニーのカメラもだいぶね僕の、えー あれですよデスクトップ上にも1個2個ってカメラ置いてあったりとかアクションカムがあったりとかですねソニーのカメラとレンズとコンデジともう本当ソニーだらけみたいな感じになってきてねもう僕はちょっとこの春からこのソニーのカメラでなんか一発当てたいなっていうぐらいの。 うん、<laughs> 一発 <laughs>、はい、一発なんか出てたい回やす。<laughs> <laughs> そんなんないだろうね多分ね <laughs> まだいけないと思うけどなんか、うん、そういうことを考えてるぐらいで <laughs>、うん、でまあ6500もねまだ僕の中で全然あの、はい、フレッシュというか、うん、全然使ってないですからねうん AF も早いでしょあれだって。 そうですね、いや、はい、本当ですね,ねいいですよね<や>、はい、8 5ミリぐらいで開放でねこの間公開されてた子供が近づいてくるのちゃんと食いつきますもんねああはいはい本当ね。はね、いはい、そうなんですよ、うん、AF は本当すごいすごいなって思いますねうんと、うん、そう思いますわ、はい、で RX100M5 もね本当、うん、あの劣らずこちらも AF が速くて うんうんですね。うんどちらもねちょっとあの使い分けでやっていこうと思ってるんですね。はいはい。でまあソニーのねなんかあの新製品の噂とかうん出てきましたねなんかね。そうですね。うんバンさんのまず掴んでるところってあすいません今日ねちょっとデスナーの方にえちょっと先に趣旨を言っておくとまああのこの三人集まると大体あのパナの話がほとんどだったんですよね。でその流れっていうのをちょっと一旦うちね 変そうですね。という趣旨がありまして、あえてちょっとソニーの話の流れに持ってってます。<laughs> っていうのも、はい、結構あのこのリスナーの方は、まあ、多分アンケート取るとソニーの方が多いと思うんですよ、やっぱり。うんうん、僕はソニーの方が多いうで,う、ねねうん、で、できれば、お二人のお力添えで <laughs>、力添えで、ソニーをなんかこう、ちょっとね、第三者目線じゃなくて、 なんかちょっとソニーを熱く語れる3人になったらすごくハッピーだなと思ってそんな感じでちょっと強引ながらソニーの話をしてますの趣旨をご理解いただけたらどうですかね、ンさん掴んでいるソニーの情報っていうのはあのね、いつものねデジカメンフォですよ、連発でね、情報がボンボンボンとね、ソニーの情報が出てきてるみたいですね。 うんまあ、あのデジカミホがあの一時ソースじゃなくてもう一個ねアルファルーマーズ、ねね、があるわけですよね、うんあ。マイクロフォーサーズとフォーサーズルーマーズみたいなところが、ねはい、あのソニーアルファルーマーズっていうところがあってそこにまあ英語の情報で、はい、まあ,あるということですけれど大体あのこういう情報って当たることが多いんで外れる場合もあるかもしれないですけれどもね。うん うん、あと、この季節、やっぱりソニーが例年こう、新製品出してくる季節だと思ってるんですよ、<ー>ハンディカムも含めてあ。ハンディカムはでも、なんか目新しいこれっていうものはなかったですよね、今年はないんですよね。マイナーチェンジみたいなものは、マイナーチェンジ的なものはなんか出たんだけど、うん、画期的ななんかね目を引くようなものはなかったですよね、今年はね、ないんですよね、まあそれはしょうがないとして。 まああのそうきたらですねやっぱりねミ、はい、ラーレスにねこういいの着てほしいじゃないですかこの季節はいはいはいねもうう本、ん、当毎年ねあのいろいろ発表しはるんですけど、ええ、ねでまあ噂がまがやっと出てきたと、うん、いうことですよねれどんな噂わつかまえてるんですか新製品ってまあ具体的にはちょっとレンズがどうのこうのとか、うん、あの ちょっと本体の、ね、情報がもう一つよくわからないんですけど、なんかまだ細かくは書いてないんですよね、デジカルベインフォーにも。2>, うん、の2種類 2>、うんあのー、アルファの、うん、要は今の E マウントのハイエンド機が2種類に分けて発売されるんじゃないかっていうことがなんか書いてありますけどね,、うん、ね最上位機種みたいな感じですかね。うん、そうですね一つはだから70メガピクセル うん、まあめちゃめちゃ高画素カメラ。7000万画素ってことですね。はいはいはい。うん、で、もう一つは、はいあの、もうちょっと画素数は抑えてて、うん、AF が速くて、好感度に強い高速連射機、うんはい、っていうことみたいなんですよね、うんうん。だからやっぱり画素数を抑えることで、読み出し速度も速くして、高速連射で、位相差 AF は当然埋め込んでくるんでしょうけど、それで、うん、AF が速い。 っていう機種ともっとしっかり構えてこう細かくこう風景とか建物とかを撮る高画素機の二つに分けるんじゃないかっていうことがかれてますけどね。ああ、それは見てないけまだ、うん、うん。え、ああ、もうそれ結構直近の噂ですかね。いや、直近じゃないじゃないですかね。わかんないですけど。ねデジカメ info では、うん。デジカメ info の情報としてはもう直近も直近ですけれども、まあでもこの書き方だともうちょっと実際にはもうちょっと先っぽいですよね。ああ。 いつもあれですよね、その噂がすごい出てくる頃って、もうちょっと発売がやっぱり迫ってきてからだと思うので、まだなんかこう、漠然としたなんあの一応 SR4 になってるんですね。SR4 なので、はいはい。でも、それ、それ相応の根拠はあるみたいですけど、もうちょっと先なんですかね、わかんないですけどね、値段もちょっと書いてありますけど、6000ドルって書いてます。 6000ドルってくらいです <laughs>。それはちょっと高いな。あれ、今のヨゃんの S2 <laughs>、うん、って現行何ドルぐらいなんですか ?S2?、はい、今いくらで、ね、20ドルとか何ですかね、うん、え ?20 万円いか。三0万,万ぐらいですか ?30 万ぐらいですかね。<laughs> うん、2500ドルとか、そんなもん,なんですかね。まあ、発売当初はね。 もっと高かったでしょうからああそうですよね、うん、そうですよねもちろん四、ね、千とかわかんないけどうんうん、うん、にしても六千ドルはちょっと高いですねうーんまあでもそんだけのものを詰め込んでくるってことですかねそんだけの値段で出してくるってことはあれですね他のキャノンとかニコンとかのミラーいわゆるその普通の一眼レフ機を潰しにかかってくるってことなのかなと思っててああ<ー>、うん、ミラーレースでうん レフ機はね。わかんないですけどね、うん、そうそう、レフ機の最上機種にも対抗できるだけの機能を持ったものを、うん、あのミラーレスでぶっこんでくるのかなと思ってるんですけど、わかんないですけどねっちにしろ僕にはちょっと無縁な価格帯だな、うん、無理だなそこまで来ちゃうとあれですね、うん、でも、うんうん、なんかねその、4年後のオリンピックの時にどうなってるんだろうなと思って。 <laughs> その要はあのスポーツ撮るときにニコンキャノンの普通の古典的な一眼レフ以外に、うんうん、ミラーレスキも出てきたりすんのプロで使ってる方で、ええ、その超望遠ズを構えて、はい、ミラーレスキ使ってる人も出てきたりするんですかねそういうね臆測 <laughs> 記事見ましたはい確かに、うん、ねありましたね,ねありましたねうん,うんまあでも、うん うん、無理だな、トモさんだったら買えますその <laughs> いや、買えないですよ。6, いやいや、無理です、無理です。だって、うん、ね、まあ、レンズもプラス、まあ、レンズは、ね、まだまシしなのかもしれないですけど、この値段に比べれば、ええ、それでもフルサイズってなると、うんまあ、いいレンズだったらね、結構な値段しちゃいますよね。うん、マイクロフォーサーズだったらせいぜい、せいぜい10半ばなんですよ、結構ないい、うん、その光学系をおったレンズを買っても10半ばですけど。うんうん フルサイズだとどのぐらいですかその、うん、今 S2 とか SR2 とかの、うん、につけるんで性能のいいツワイスのレンズって20万、うん、30万とかですかわかんないんですけど価格帯的にいやわかんないもうその6000ドルっていう言葉を聞いてもう頭が真っ白になってきたなんかね、うん、このね、うん、子供とか、うんうん、嫁さんとかが こうがっかりとこうねなんかあの残念がってるそういうイメージうーんまあ僕がねそ,それね欲しくなっちゃってん,なんかこう交渉してさなるほどですごいこうがっかりとねそういうなんかイメージが今パッと頭に浮かんだんですけどなるほど無理だな 高いですよね、普通の人にはね、趣味で買うにしても、いわゆる豪商じゃないと買えないですよね。いや、まあ、ちょっと結構切実な問題になってて、ひょっとしたらだけど、ばんさんね、僕ね、ひょっとしたら引っ越すかもしれない。あら、そうなん務先が ちょっと変わるんですよ別に通おうと思えば通えるんだけどでも今日えっとまあできればねそれは近い方がいいからってことで引っ越すかもしれないそうなるとそうなると もうバンさんと二度と会わね会わないんで。マジでさっき。<laughs> 二度と会わないんで。そんなに遠くにですか。そうそう。冗談だよ冗談だけど。いや僕ねあの多分また会うであろう人にこう別れを告げるときに普通日本人だったら、うん、まあいつでもまた会うしねとかって言うじゃん。 僕その逆を必ず言おうとするんですよ。<laughs> もう本当二度と会わないからねって <laughs> ばあさんもう多分会わないと思うからって。<laughs> そ,んなそれは寂しいですけどもう,、うん、もうそれはしょうがないですけれども、うん、いやまだわかんないですよ全然わかんないことを今言ってるんだけどで結局すいませんねあのソニーの話からそんな話になって。<laughs> で今日子供たちにね, <laughs> ね 引っ越すっていうことに対してすごく抵抗がやっぱりほら友達がとかねだからなんかこうんていうかなんていうかなその引っ越し先では例えば自分の部屋がちゃんと1人1個あるんだよとか今まではなかったでしょって2人一緒だったでしょうん。それがちゃんと1人1つの部屋があるから。 自分の名前のカードをこうね部屋のあれに貼ってそういうのもできるんだよってそしたらどんどん食いついてきてねまあ例えばねこの間取りこういうの見てみなっつってさ MacBook でこうね子供二2人左と右に寄せてさでここでね父さんの部屋行くにはここ出てトコトコトコって歩いてほらこっちに来るんだよって。 とかね自分の部屋があるととかっていい話をしてたらどんどん食いついていくそういう話をね今日ずっと知ったんですよ。そうなんやっぱりね家族あってのね僕だし家族あっての仕事だしね。んってことを考えるとやっぱ家族をいい方向に説得したり導いていくっていうのは引っ越しとか大変だけどね。 うん、すごいパワーいるからねうん、うん、いやもう切実な問題だなとかって思ってる今日一日だったんですよはい,はい,はい、はい、そうだからそんな豪商とかそんなそんなド派手なことできないからっていうことが言いたかったうん <laughs> そうだから今その6,000ドルっていうね価格を聞いた時にもう全く自分にはもう無理な世界なんでそんなこと言ってる今ねうんうん <laughs> いろいろ金もかかるしそもそもそんな金かからんでも無理だしねそうそうだからそんなもし買うとかって僕がね家族に宣言した日にはそれはまあ子供はまあともかく何も分からんから嫁さんはもうあれですよ愛想尽かすというか嫁さんの性格だとあんま攻撃してこないから僕にすごく悲しがると思いますねなるほどなるほどそう 攻撃っていうじゃ反対とか攻撃じゃなくていやマジかってこう沈んじゃうっていうこの人こういう人なんだみたいなね家族よりも趣味を優先する人なんだみたいなねだからそういうなんやかんやがあるからやっぱ無理なんですよ僕の立場僕みたいな立場じゃうんだからでもねああはい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 言ってくださいはい 本当、残念だけどもう、二度とばんさんと会うことはないから。でもさ、二度と会わないけどばんさんと二度と会わないけど声でさ、こうやって音声通信、時には低解像度の映像通信することができるよね。 そうですできるよねできますだから大丈夫ですようんはいもう一生しゃべらないってわけでもなくもう交流はしていくんだからそうですねうんどっちにしろ会うことは絶対ないとしても残念だなごめんなさいあのいやネタでこうやって今引っ張ったけど全然何も決まってないからうんあはいすいませんはい でもそんなすごい遠くでもないですもんねおそらくまあそうだね剣は変わるんですかあもちろん変わりますよあ剣変わっちゃうんですねなるほどつかもう晩さんの家に住まわしてもらおっかまあそれは一体真逆のこと今度はね真逆の提案になるけどあまりにも近すぎるもう二度と会わないっていうところから晩さん ばん <laughs> さんの家に住まわしてもらおうか壁紙とか変えてねよっちゃんのためにえっすかよっちゃんの部屋の,あの壁紙とかね、うん、夢に出てきそうですよなんか <laughs> よっちゃん壁紙どうするレンガにするとかなんか <laughs> うん、ね、そうだからまあ、うん、やっぱねこうほんとね生活していくっていうのはね、うん、まあ今更ながらだけどね40過ぎて今更ながらだけど 家族がこうやってポンポンね子供が一人二人って増えていくとさんかいろいろこうやっぱ実感しますね自分一人じゃないんだなっていうことがいやそうですよね責任がありますからね僕らにはそうなんですよんだんはあんまりこう避けてもう見てみないようにしてるんだけどでもいざなんかがあるとやっぱりまあ僕が物事を決定してそう そういういい方向に導いていかなくちゃいけないっていうね父親としてねっていうのがやっぱあるわけですよねうんそうなんですよ自分で物事を決めていくというさそこがねんかそういうこと考えてるとそのんか6,000ドルとかそんなんそんな話してらんないねいや本当ですよね 子供のために金ね、うん、食べたりね使ったりしなくちゃいけないですからねだからまあちょっと冒頭の話に戻るけど、はいうん、今あるカメラを使い、うん、でうん、うん、え使いつつまあ α7SII とかねその辺はちょっといつちょっと売却するか分かんないけど僕の唯一のさ、うん、なんか望み、うん、希望というかさ っていアルファ 7S2 っていうのは今後も残しておこうとそれはなぜかっていうと次に出る出るであろう好景気これのやっぱ足しにしたいからっていうのがあったんですよまあ追い金で1020ぐらい20万ぐらい追い金で足すのは別にまあできますようんうんうん そうそんなね2年に1ペンとかそんなぐらいの話なんだろう,ん、そうですよね6,000ドルっつったらさどんだけ足さなくちゃいけないのって話じゃないですか <laughs> 本当ですね、うん、今ある機材全部売っ払ってもビデオの <laughs> うん、うん、ちょっと届かないんじゃないかなうんやっぱやっぱりねもう業,業務ってことになるんでしょうねそうなると、うん、会社で買ってうん プロが使うううっていうところなんです、ね、そうだね、うんうん、だからまあそこに批判するというよりもまあ一個上のランクができたんだよっていうふうにでもそっからいつものソニーだとそっから降りてきますからね、うん、あの今の価格帯とか APS-C シリーズとかに機能が降りてきますからね、うんうん、そこがねちょっとしたら降りてくるところ僕が一番狙い目ですよね、うん、おそらくそうだねその僕らの守備範囲としては。はい うん、そうそう、そこを下ろしてほしい、その技術をね、まあ、それは1年先なのか、ね、半年先なのか、マーケティングのこう、ねえー、グラフがさ、最初出た時にピー,クをピークから始まってね、ばーっとみんな買うじゃないですか、はいはい、でそのピークってこう落ちていくじゃないですか、はいはい、ガーッと急降下するじゃないですか、あるタイミングのところで、次のやつをこう投入するんだろうね。うん、その、うん、まあ 7の次の次世代のやつとかねその α9 なのかちょっと分かんないんだけどまあ多分7とは違うものになると思うんですよそれだったそうですよね名前付けを多分変えますもんね記事でも9系になるだろうっていうふうにねああやっぱ新しい上の上のランクのシリーズができるっていうふうに書えてますねああそうかだったらもうランクが違うっていう あとこれはまあスチルキーだと思うんですねこのランクでこの書き方だとはいそうかだから動画キーとしてどうなのかっていうのは全く不透明な部分もあったと思うですねだよねそうですね結局僕らは動画ですもんねみんなほとんどそうそうそう僕たち三人特にそうですねうんただねこれがねいろいろやっぱソニーも戦略考えてて その6000ドルを開催すれば今まで君たちが買った6500とか α7 とかねそういうのを全部もう売却しても売却してももうこの1台で全部オールインワンだからこっちの世界に飛び込んでおいでっていうようなねそういうおいでおいでっていうのを多分してくると思うんですようなるほどうんかそんな気がするオールインワン今までやっぱなんか歯がゆいところがあってさ α、うん、7 s ツーはやっぱり異操作じゃないから AF が遅いとかで α6500 は AF は早いんだけど、ね、だけど 4K の30いけなかったりとか、まあ、そもそも両機種とも60いけなかったりとか 4K の、うんうん、とかそういうのがあってさ、うんうん、だけど今回6000ドルさえ出してくれれば。 ねうん、君たちが6000ドル出してくれれば、えー、その今までずっと文句言われてたけどその業務機であったその10ビットの,そのあれとかねあの辺も全部もう解放しますよって解禁しますって<ー>、うん、そうですよね、うん、そこまでなんか言われちゃうとやっぱりね、うん、気になる存在となってくるわけですよ。 うんうん、うんそうだからまあスペック次第業,業務機とあれですもんね、うん、同じような価格帯になってきますもんねそ<う>この値段になってくると、うん、これ同じ機能を乗せても潰さないってことですもんね、うん、おそらくそっちの市場マーケットそうなんですよ,ですよ結局そこで業務機それでもまだま,まだなおねそれでもなお業務機と住み分けるんであれば、はい、そこはちょっと僕は問題だと思うな、はい まあその長時間回せるとかその辺はちょっと分かんないけどせめての,そのスペックのところ 4K60 とかその10ビットとかまあ僕らがずっと言ってるねうんでローはどうかとかねうんその辺はやっぱりしっかり乗っけてこないことにはうん納得しないと思うね6000ドルというってことですね、うん、価格に対してですね。 そこはうまいところね、ソニーはついてくると思うよ。うん。ローとか乗せてきちゃうかもしれないですよね、普通に。うん、そうそうそう。シレっトってわけじゃないですう当たり前にこう乗せてくるんじゃないのうん。そんな今までね、普通にできましたよって。うん。乗せる技術はありましたよ的な感じで。うん。うん。やってくるんじゃないかな。うん。うん。ボディさえでかくすれば、そういう問題は、 熱の問題とかもクリアできたんですっていうね。そうですね。今まではあえてコンパクトなっていうね、そういうコンセプトがあったから。それをやってなかったけど。うん。そう、多少ボディを一回り大きくしていいんだったら、そういう設計は全然可能だったんですと。うん。と言わんばかりに出、出していくんじゃないですか。うん。そう、だから。うん、そのスペック次第ではやっぱり。 うん、結局は僕はまた悩まされることになるかもしれない <laughs>、うん、そうですよねスペックがもうこれ一台で全てが済むっていうスペックだったら、はい、そうですよねうん E マウントは E マウントだからレンズ資産は生きるわけですからねうんそうですね、うん、ある意味まあ商売上手なんですよねうナ、ん、<ー>そう他社のまあパナとか ニコンキヤノンのユーザーを引き込むことも心理的に、はいうん、スペック的にいろいろ引き込むことも考えてるし、うん、で、うん、ソニーのユーザーすら、ね、ソニーの今まで6500とか α7 とかを使ってるユーザーですら、うんうん、その新,、うん、新機種のそのね、うん、の製品で引き込もうというね。 行っちゃいたいっていう。そう。そういうちゃんとなんか心理を考えて。そう。これは、あれ、あれでしょうね。あの、レンズ資産が君あるでしょって。そう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 。うん。あると思う。そうですね。怖い。ちょっとそれは。怖い。今の僕のさっき言った状況の中で。うん。それをされるのは。やっぱこ、怖いね。ああ。でも、今と誰ですよね。その。今の。 スチルシリーズだけじゃなくて FS5 とか7とか、ええ、<laughs> ビデオの方でもすごいなんか勢いがある感じですよね。はい、あそうなんですか,、うん、なんかこの間の CP プラスの記事とかを見てるとシネマレンズ群が軒並み E マウントで出してきてるんですって。うんうんうん、あそうなんですか。富、ね、士とかその海外のメーカーも含めて。うんだからもう完全にその 要はシネママウントの見られ、見られですか、もともとビデオはあれですけど、その、今の流れとしては E マウントが覇者になってるっていう書き方してましたね。おー、ああ、なるほどね。え、要はどうそうですね、E マウント、あは、要は、なんていうですかね、プロのビデオ機として、シネマ機とか、ビデオ機としての、 要は E マウント、そのもうちょっと大きい、ヨちチャの6500とか α7 とかとは別の FS5 とか7とかそっちのビデオカメラとしてのマウントでも E マウントを使ってるじゃないですか。はいはい、でそれがもう、要はシネマ機の破車になりつつあるみたいな感じで、ね、そうなんですね、うんあ。シネマイオスとかでもなく、あいいそ,うそうです、そうで、ん、す、そうです。E マウントっていうのはそこまで今、 なつつあるんだうん、うん、だから、うん、まあやっぱりソニーはね勢い、うん、レンズにしても、うん、すごい勢いで、ね、出してくるじゃないですかなんかボン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 。なのかな、うん、ちょっと分かんないけどそこは。うんうん、いやなんかここのところの,そのパナとオリンパスは、まあ、レンズの種類は結構ありますけどただ、ええ、まあちょっと結構前から。 このマイクロフォーサーズマウントが始まってちょこ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 2社で出してきてるんですけどソニーは1社なのに1社で遅れて E マウントできたのにもうどん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 出してきてるじゃないですかああ落ちてきてる電動のなんかズームレンズも出てきてますよね E マウント用のあれも完全にもうビデオ用途ですよねええうんだからねすごい勢いセンサー使って ね、作ってる会社っていうのもあるんでしょうけどすごい力かけて、ね、もうしてきてるなっていうのがなんか僕が今感じてるところですよねだからやっぱりまあでもね、うん、まあ今ね僕トークこれ、うん、ベッドに寝転がって喋ってるんですけどこのベッドも,もう断捨離というかもうちょっとあのあもういらないと思ってるんですよ。<laughs> ほうほうほう 子供部屋のねごめんなさいねまた急に話戻して子供部屋のまあ2段ベッドねこれはまあお祝いということで、まあ、あの嫁さんのおばあちゃんに買ってもらったんですけどこれもねちょっともう専有面積がでかくてで子供の部屋が1つの部屋が2つにそのベッドでセパレートしてるのねそしたら子どものまあ A という部屋 B という部屋というのがものすごくこう狭くなっちゃって。はい で結果、女の子だからさあのなんかおもちゃとかさ家のおもちゃとかあるじゃん,なんかシルバニア的なやつうんああいうのいっぱい出すからさもう全然足の踏み場がなくなっちゃってるんですよなるほどだからもうこのベッドとかこういうものもちょっと処分しなくちゃいけないなっていう物をね物量が家の中に多すぎるからだから部屋は片付かないんだよと、う。ん そうなんかほらごやすの基本でさまずちょっといらないものを捨てるということをしなくちゃいけないよね、うんうん、で整頓ってその後じゃないですかまず整理をしなくちゃいけないじゃないですかいるものいらないもののってい、ね、ういるもんいらんもん分けてでいらんもんを捨てるということねこれが整理ですよね人員整理もそうじゃないですか人をいるもん、はい、今いらんもん分けて <laughs> いらんもんなんか聞こえ悪いけどねうん 捨てななくちゃいいけんですよでこのベッドで子供部屋のベッド2段これを捨てることによってだいぶ僕のスペースっていうのは広くなって例えば YouTube なんかやりたい時でもこの今までベッドがあったところに三脚を置けるとかね自分がこう立てるわけですよ。なるほど 今から機材をちょっと三脚を組み立てますとかさそういうことが部屋でできるんですよ今できないできない関係だっバンさんのお部屋も行ったことあるけど結構にベッドがこう占有してるでしょそうなんですよね別邪魔なんですよでしょだからなんか機材組み立てるとかってあの部屋では厳しいじゃないですかそうなんですよねまさにまああそっかこの間バンさんこっち来たもんねうんそうよくはいわかりますわかるよね あ邪魔なんですよね、うん、そう、うん、だからそういうものを捨てていかなくちゃいけないそしてバンさんとももう二度と会わない現状 <laughs> 現状、うん、とてもじゃないけどその新たにまた仏を増やすというね仏の欲が湧いてそして仏を増やすということ、うんうん、っていうのはちょっと考えられないね。その ね、物が一個また増えるっていうものに6000ドルを払う支払う六千6000ドルうん<ー>そうまあ今は僕そういう頭になってるからそういうふうにまあ拒否してるのかも拒絶反応してるかもしれないけどうんうん,、うんうん、なんかそ,そんな感じですね今それ聞いてるとうんうん、うん、そうそうか、うん、ソニーがねこの路線に来たわけですねうん、うん でも、よっちゃん予測してましたよね、そうなるんちゃうかっていうね、なんか高価な路線になるんじゃないか、ちょっと前の動画、一番動画トークとかね、113円でしょ、1ドル。ってことは、6000ってことは、67万とか、そんなんですかね、67万、47万じゃないですよ。そう あもうだからもう諦めざるを得ないねこれは、うんうん、ちょっとね父親としてそっちには絶対行っちゃいけないうんうん、うん、そっちには絶対行っちゃいけないそうかうんそうですねそうだからもうあえて、うん、まあ魅力的でもあるだろうし 今後の一眼動画トークで、それは発表されたらね、ネタにはしていくかもしれないけど、でも、まあ、みんなも買えばいいだろうしね、買える人はね。だけど、僕は買わないっていうのを、ちょっと、あえて個人的に、個人的なことで申し訳ないけど、まあ、こんな状況なんで、ちょっと、釘を刺しておく意味でも、これを数ヶ月後に、そう、未来の自分に対してさ、うん、ちょっとこう、音声記録しとこうかなと思って。で、登録で。 っていう感じですねそうですね。68万ですよね。68万でうんちょっとダメですね。んでも、これていまですよ、昨日が。ああ、そうそうそう。いや、バンソン考えられないでしょ。68万です。それはもう考えられないです。ね車になっちゃいますもんね、もう、もう、早いね。はい。 だまあうん、そういう高い製品を批判する、うんまあ、ほらクラスが違うからさないって言ってて言るでしょそうですね、ええ、だからもうそこはもう批判する気はまあ特にないですよただもう本当言えるのは僕が絶対手,手出しちゃだめだよって自分に言い聞かせてるその魅力的なスペックを、ねまあ、半年後、1年後でもいいから、うん、ちょっと買い機種に。 買いモデルに下ろしてねっていうそこだけですよねそうですねそのスパンがさ弟に降りてくるスパンがまでのスパンがねまあ1年うん1年間待つってことをすればいいんですよまあそうですねそうですよねで買える人は1年間前倒しでその機能にあやかれるわけだ 4K60P なり ビット数の10ビットなりローなり AF なりねそうそうやって考えればいいわけですよねその1年間の間で今ある機材を使い倒す気持ちでということなんだよね結局だと思いますよ 今ある機材でもできることってまあまあ要は無限にありますもんねうんうん新しいそのこの機能がなくちゃもうどうしてもっていうわけじゃねえわけじゃないですよねそうもうね多分幅は広がるんでしょうけどねもちろんうん広がるとは思うけどねうんもうね結構ね重箱の重箱の炭ぐらいのレベルになってきてて ビデオの進化の今もう到達してるレベルっていうのがずかなこんにゃくだったりとか僕がジンバルで撮っててねほとんどこんにゃくを感じることなんかないですよもはやとか AF のねもうちょっとなんかこうフルサイズで食いつきがよければいいのになとかさ。うん とか 4K でもっとヌルヌルとかさ、それは GH5 で多分解決するし、こんにゃくも解決するみたいだからね、そこはお二人はね、二十数万でそれが手に入るわけだから、もう近々ね、それはもうすごい喜ばしいことだとは思うんですけど、でもまあ、ソニーユーザーである僕としてはさ、これね、多くのソニーの方聞いてるんで、多くのソニーの方が多分 α9 とかね、その辺の新モデルに期待はしてると思うんですよ。 僕もねすごいそのスペックには興味あるけどだけど、まあ、僕としてはやっぱり、うんあのまあ、1年待って、うんうん、できれば α9 を買ったよっていう人をねゲストで招いてどうですかっていう話で盛り上がるのはすごい楽しいと思ういいですねってああいいな僕もちょっと1年待ってね うん6 0アルファ6700だか7000だか出たときに、うん、それちょっと機能乗っけてほしいですわって、う,うん、うんいう感じでやりたいですね。そうですよ。うん。うんそう。ね羨ましいですわって言いながらも、ね、言いながらも僕は今ある原油のソニーのカメラで、今年、なんかこう、一発なんかこうやりたい。そうですね。いや、もう本当ね <laughs> そ、うんそういうすよ。そういう精神でいけば、 使い倒す、使いこなし、これで今あるカメラでいいんだよと、これでいいものを作るんだと、なんか、それが今できないのは、その一発当てれないのは、この機材のせいだって思った時点でもう負のサイクルになってなってるから、だから、そう、一発当てられるわけですよ、今もうすでに、全部もう揃ってるの。 全部揃ってる僕の部屋の中にこの狭い部屋にもうソニーですごくいいものがこう取れるなんやかんやの機材システムっていうのがもうゴロゴロ転がってるわけですようんそうだからもうそれをやっていくしかないよねだと思いますよあのね本当ねよっちゃんね今いいこと言ったなと僕思いましたよあのねやっぱり機材に頼って作るよりもやっぱり どんんだだけ実績残したかだと思うんですよやっぱり、うん、よっちゃんはあのちょっとあのお弁ャーになるかもしれないですけども、うん、あの実績残してはるんですよほん、うん、あに結果ですよ。うん、でねそれを見て、ええ、あこの組み合わせで買えばいいんだって思う人がね、うん、今まで何人も y o u t u b e で出てきてはるんですよ現に。ここれねすごいことで はい、僕はいつもこれ言ってることですよあの、うん、僕はそれを真似するんです GH4 買った時もそうだったんですねなるほどね GH4 で結果を残してる人がいたから買ったわけで α9、うん、シリーズは確かに魅力的な新しいシリーズですけれども、うんうん、まあ今からのね、うん、カメラなんで、うん、まあこれからですよああそうだね、まあ、僕は YouTuber なんでどっちかっつうと、うん、あのものを買うっていうことで経済回すよりも むしろものをみんなに買ってもらって、僕の動画なり、解説の PID とか見てもらって、X なり、なんか買ってもらって、経済回さした方が僕に向いてるかもしれない僕の役です。ねね。パイロットフライからね、なんかもらいたいぐらいですよね、あんなの作ってね。そうなんですよ。ほんとね、それを思いました、僕は。いや、日本でね、多分買う人増えますよ。 C45 と H2 のまあね設定の動画アップされてて同じぐらいの重さだったらもうあれにすればねもうそんなに設定地獄とかならずに済むわけですからうんだからみんな買いやすくなりますよねああいうの見ると。でこのこのジンバルとこのカメラを買ったらいいんだっていうふうにね思って実際にァ6 5 0 0と H2 をね組み合わせで買ってる人いはるわけやん。なんで、うん。 やっぱりねそれはね、よっちゃんの影響ですよ、間違いないですよ、本当に。なので、僕の役回りをちょっとなんか自分で再認識して、買うことじゃないかなと、買うというよりも、今もう手にしてある機材、これをフィールドで使って、それをみんなに通止してもらったりとか、うこの機材できるよこういうことができるよっていう。 ねそういうふうにちょっと路線を、うんうん、そういうふうにしていかないと、うんうん、まあなんかさここ数か月の流れ見ると僕って α6300 から5000に変わりましたっつってでポチって買ったでしょ宮下、うんうん、さん6300って6500買ったでしょ、うん、でその後 RX100M5、はい、まあちょっと数か月発売から数か月遅れだけど、まあ、これもポチって買ったでしょ、はい 結構ほら新製品追っかけてるからさでそのノリでそのノリで6000ドルの製品いっちゃまずいねやっぱり <laughs> うんそうですね <laughs>、うん、やっぱ泣きなからしてみたら買えねえじゃんってことにな,な,なってしまう,のそ,う <laughs> そうですね、うん、確かになんかさそのそう、ね、スチルなり、まあ、動画でも一緒なんだけどあの何、うん、か追試性のあるようなその層の、えー、プロダクト GH5 っていうのはまさにそうなんですよ。価格帯も二十数万だから手がなんとか届く人が多いんじゃないかな。ためてそうですよね買える人がなんとかまた値段も下がるでしょうからねソニーもパナもそうですけどしばらくすると値段下がりますもんねそうだってさカメラを趣味にやってて動画を趣味にやってて2年か3年に一遍発売発売お祭り的にね次のモデルにチェンジしたっていうものに対して まあその支払う対価として二十数万っつうのは決して高くないと思うんですよ。でソニーみたいにまあなんかね兄弟が3兄弟いてさ、うん、コンデジンが弟だとしてさ、はい、で真ん中に、はいね、6500とか α 7 s ツーみたいなのがあったんだけど、はいはい、さらにか上のお兄さんが追加されて、うん、それが、ね、70万近くするってなっちゃったら。 その全兄弟揃うえることはもうちょっと不可能だからねさすがにそうですねプロダクションとかじゃない限りねもしくはもうプロじゃない限りそうだからもうちょっとそこは線を引いてむしろそれを買ったよって人に登場してもらうのがいいね一眼動画トークが楽しくなると思うから僕別にそんなネタ向きないからそれを買ったからどうのとかっつってそれ聞かしてもらったらあそうかってそしたら1年後にねその機能が多分降りてくるんだろうなって その時はいいないいなって言っときながら1年後には多分ね次僕が買い替える10万か十数万ぐらいで入手できる α6500 的なものがそこを実装されるわけですよ。ままあきっすよだよね。うそう信じて今ある原油の機材を使ってということですわ。 うん、ちょっと本当に言い聞かせておこうじゃないとやばい、<laughs> うん、本当やばい、まあ、さっきの僕が言ったうこう切実な問題にこうぶち当たるんで、うん、嫁さんは残念があって、なんかね、<laughs> あこの人、こういう人なんだとかさ、<laughs> <が>さ <laughs> もうな <laughs> んか、ねうん、さ、もう本当ね、でもあれですよね、よっちゃんも、うん、その今のもので突き詰めていくタイプですもんね、今のものを。 いろいろあっちこっちに手出すっていうよりかは使ったものをこうきちんと利用してそれで何ができるのかっていうことをやっていくタイプですもんね。うだねうん、ただねこの間の YouTuber の差がというかやっぱりみんなが注目してるものはまあなんかやっぱ手に入れてでそれで何かっていうのは確かに欲求としてあるのね。ただ思うに思うにそのアルファはないんだか分かんないけど その70万近くするもののソニーの新製品はそんなにみんなが多分、注目はするけど買える人は限られてると思うからうんうんだから買いましたって動画上げるでその後それジンバルに乗っけて運用していろいろ作例取っていきましたってなっていったときに α7s2 の時もちょっと薄々感じてたんだけどやっぱ価格帯が高いとみんな持ってないし買おうと思わないからそもそもあんま見てくれないんだよね。 ゆゆくくは最初出たときはいいんだけどゆくゆくは見てくれないんだよね。でむしろ手が届くみんなが買いやすい買う確率の高いものパナでいうと GH5 でソニーでいうと α6500 になるんだけどとか RX100M5 ねお父さんがさちょっと頑張れば奮発すればさ自分のご褒美で10万ちょっとぐらいだったら出るじゃないですか。うん だったら、このよっちゃんという人が動画でいろいろ撮ってるからだったら僕もちょっとこういうのやってみようかなって一眼の動画やってみようかなっていうさそういう人がいる可能性が高いのはそれぐらいの価格帯ですわそこに向けてなんかこう発信というかやり取りしてた方分なんかうあ自分に向いてるのかなっていう感じがする。なるほど そうですよねうん、うん、そういう方向性でいくかそうですよねだと思いますよ本当にね、うん、これは、うん、そうでもねこんだけ散々言っててもねソニーは当ね、こうした,したたかというかもううまいからね <laughs> バーンとこうスペック出た時はね、うん、もう本当あれですよ僕もね多分色々と目がキラキラしちゃうんですねキラキラとね <laughs> そうなんだよだからこそ今こうやって言ってんのね。うん。うん。うん。きっとこれスチルキですよ。多分ん。えうん。アルファ9系は、そっち系で言ってくれたらいいよね。電車がめっちゃ速いところに。え、スチルキかもしれないですよね。高速連射機って書いてありますんで、これはスチルキですよ。ああ、もう 2機種ってか書いてあるんで一方は動画に降ってくる可能性もありますけれどもでもね、うん、両方ともスチル機のような気がします僕は、うん、かもしんないですね一方は高速連射機で一方は高画素機って書いてあるんですよだから、うん、これ両方ともスチル機の可能性が高いですよああそうだね 高速連射っていうのも、高速連射っていうのはスチールよ高画素を打ったらスチールですし、そうだね、そういう意味ではその2つのキーワードを聞くと、なんかあんまりビデオ的にはピンとこないのは、やっぱそういうことだったんだ。そう考えようか、とりあえずは。そううでですすねねねこももしないれ ハイエンドのプロを他のメーカーから引き剥がすための普通の写真機の可能性もあるよ。うん、るそういう選力でるんだったらね、うん。ちょっと前から思うんですけど、スチル機ってね、高くても許されるみたいなとこあるじゃないですか。ああ、うん、なんかね。そうだそうだ、うん本当は。本当は動画機の方が、あのーうん、すごい詰め込む要素が多いとは僕は思うんですけれども。そうだと思う。結局、あのー、α7、うん、のさ、 7S2 の、うんえー、次なるそのまだ見ぬ新機種っていうものをずっともやもやと自分の頭の中で吹き出しが出てて、うんうん、そこに何かちょっと分かんなかったものが、うん、α9 だとしたらそれは嫌だなっていうのが、まあ、今日ずっと言いたかったことだね。違和感としてですね、うん、9が据え置きで出てくれればいいけどなんか今の雰囲気だったら話だったら6000ドルってなるんでしょ。うん、でもなんかクラスが違うわけじゃないですか うん、それだったら、もうちょっとあまりにも売買方式でちょっと価格が増えていっちゃうんで、だったら、もうそれはスるール機で、えー、各社のフラッグシップのニコン D1、ねうん、系とかさ、1D 系とかキャノンの、あそこの対抗馬としてぶっけてくるんだったら、まあ、それはそれで全然ね、あり、うん、だと思うし、うんうん、だったらその傍ら、やっぱり動画機としての、うんまあ、アルファ7系の3ですね、3型のやつを、 <music> まあそれはそれでまた別で出してくれるんだよねっていうことをちゃんとうんそこは信じてる、うん、うん、そうでしょうね、うん、確かにねうんうんそうまあ五十万ぐらいまでだったらうん五十、5 0<人>万 <laughs> どうなんだろう <laughs> う,んだろう, <laughs> うんとねいやそのほらあの希望小売価格ねうん あ<望>そこから値段が下がって30半ばぐらいまでだったらそうそうそう最終的に30万後半になるんですよ多分うん、うんうん、多分49万ソニーストアで買うととかね、うんうん、希望小売価格が49万8800円とかで、うんうんね、でまあ最安値で最初初初値が43万いくらとかさ で何ヶ月か経ってくるとまあ39万8000とかまあ40万切ってくるわけですよ、はい、うんそんな感じじゃないかな雰囲気的にアルファ7の 3, 3型が出るとしたら<ー>、うん、それだったらなんかまあ分からんでもないだったら、うん、まあ40かな四十万かな結局僕が手にしようと思った時に、うんうん、だったらアルファ 7S2 を売っていくらになるのかわかんないけどその当時でね うん、で20万ぐらいの追い金はなんとなくこうイメージが湧くんですよ。うんまあその時はもちろん10ビットの S6 が乗っててそうそうそう20万ぐらい。というようなこうん、うん、イメージですよでそうだね。だからまあモデルのね新しいモデルに対して。 進化に対して20万っていうねアップグレードのそう対価を払ううんんかまあそれだったら許せる気がするけどいやまあその α9 の話もう冒頭で聞いて頭が真っ白になって家庭とか生活とかそっちの方向にちょっと話がいっちゃったんだけどいやもう大丈夫だと思いますこれはねスチル期だと思いますよそうですね切実ななんかそういう話をこうね赤裸々にいろいろ出したんだけどスチル期ですねあれは。 そっぽいですね、今、バンさんに言われて考えてみるとね。そう考えるようにしましょう。そうですね。んうんね、ジンバルにも乗らないぐらいでかんじゃないですか。ねうんね、バランス取れないと思うよ、きっと。うん 乗るとしても浪人だったりだとかモビだったりとかってことになっちゃうんですかね。重くなっちゃうんですかね。分かんないけど。どれらいの重さだねこれ5 d m クフォ4ぐらいのサイズだったら全然乗るからね H2 は。よっぽど乗るよこの H2 は多分。H2? そうですか。1DX のほら縦長のやつね。ありますねありますね。 そうあれ系はちょっとねバランス乗るんだけどバランスが厳しいと思うなるほど後ろの幅が少ないからってことですねレンズつけちゃうとバランスが取れなくなっちゃうんですね高さがあるからさあそっか高さのバランスがちょっとね稼働範囲ではねちょっと補いにくい難しいんじゃないかなちょっとあれうんちゃんと全部バランス出すのあそっか奥行きはないけど高さがあるんですもんね 1DX は高さそうですねうんなるほど うん、うん、そうだからまあちょっとね先にもういろいろ予防線張っといてはいうんちょっともうあ、まうんまそっちの方は行かないように <laughs>、うん、そう考えるとさ、うん、そう考えるとパナのフラッグシップの GH5 っていうのはいかに、はい、あのー、なんていうかなリーズナブルというか。 まあ多分あくまでも民生機って考えてるんでしょうねパナの中ではまああのハイアマチュアとかそのプロの方ももちろん使うんでしょうけどまあ民生あくまで民生機で一般の人が手にできるところで収めてるっていうところなんですかねわかんないんですけどでも GH5 もおい金20万ぐらい必要でしたよああそうかそうかもう GH4 が はい、し、五六万でしか売れないんですよ。ええ、そうなんだ。ああ、はいはいはい。もう発売から結構経ってますし、今新品で買っても十万ちょっとですから、うん、うん、もう五六万なんですよね。うん。ともさんは十一フォン売らはるんですか？十一フォンもう一台は売りました。あ、そうか。一台ははい、一台取っといて、うん、あの一応ねやっぱりあのね長く。 慣れ親しんだものですからしばらくね併用併用っていうわけじゃないですけど何かの時にですよねうん撮っとこうと思いますけどねうんうん次はやっぱりね H2 ですよよちゃんが動画出してくれたあれはもう僕ね結構まああれほらニーズが少ないからそんなに再生回数回ってないけどあれはねあそうなんあれは結構 今までにないようなこととか、いろいろ言ってる、ゆるく語った方がなんか良さげですね。なんかさ、あの、ああいう、うん、ああいう数値とかさ。なんかきちきちとしてるもの、機械ものでさ、うん、数値とかで制御してさ。なんかきちきちとしてるものは、きちきちとか、なんか解説しないといけないような。感じの、そういうソフトウェアなんですよね。 いかにも<ー>、うん、だけどそれをやるとするとものすごくおかたくなっちゃうし難しい、うん、で YouTube 投稿もすごく難しいんですよあれを何あ<ー>まあカットなしでこうね、うん、そのままぶっつけてこう、うん、あの解説するのねうん、うん、だから緩く、はい、これもねちょっとよくわかんないけどこの数字いじるとこういうふうになるでしょうっていう感じでね生き物みたいな感じでやるんですよあのやり方でよかったですようん、うん、のね こうこうだとかって決めつけずにやるしかないんですよね。分かんないのは分かんないっていうふうにねそういうふうにやった方がなんか多分ね見てる人も見やすいと思うしそう。 僕もなんかあのうまく解説できない部分もあったけどこれなんて例えばいいんかなってこう5秒ぐらい固まっていやちょっと分かんないないみたいなのもあったんですけどね分かんないながらもねでも分かんないながらもでもこういうここ数字変えたらこうなるんだよとかねそういうのはなんとなく分かってるし生き物みたいな感じでさでもよっちゃん多分ああいう動画って、うん、じわじわとずっと伸びてきますよ。 コンンスタトにおそらくく長ねドバッてくるんじゃなくてもうニーズがある人が繰り返し見たりとかまたちょっとしてみたりだとかじわじわじわっとずっと伸びていく気がしますけどトモさんのやつがまさにそうですもんね。そうですよね。トモさんはあれで一発当てましたから当てどうしてですかね当てたのかどうかんないですけど当落者数は増えてくれたとは思いますけど。はい どうしてもマニアックになっちゃいますからね、ああいう解説系って。でもそこをね、よっちゃん噛み砕いて話してくださってるので、それ僕も多分ね、10回ぐらい見ると思いますよ、H2、買った暁には、もう買う前から予習から予習を含めて。そうだね、シンプル BGC で一番分かりやすいんじゃないですかね、あれがね、今のところ。ああ、ありがとうございます。いろいろ解説動画ありますけれども。そうだね。 最近ほら、おかげさまで生配信のスタイルがさ、結構固着してきて、OBS というね、ばんさんに教わったソフト。あれでね、録画簡単にできますんでね。あれめっちゃいいね。え、あれで何あのばんさんさ、あれで OBS でそのまま直で録画して、で、投稿ってことをやってますやってますよ。だってね、SD カード入らなくなるんですよ、本当に。そうなんだよ。の コストが、うん、あの時間が。個数がね、ね削減できるでしょあ<ー>すごいよね。あ,なるうん、あれはね、トモさん、すごいよ。トモさんのあの、紙動画 <laughs> 動動画画一発当てたあるでしょ音声がちょっとあれな感じだったけどそうですね音声がだいぶあれなすいませんにいやだけどさあれみんながさすごい見てるじゃないですかもう何回見ましたあれ系の動画でもさ結局ほら SD カードに記録したやつを引っこ抜いてパソコンに挿してで一旦ねそのままカードじゃあれだからローカルにね要はハードディスクに落とすでしょ その間も手間がかかるしそれを編集ソフトに落としてカット編集とかなりいろいろ音楽乗っけたりとかさそういうことやるわけじゃないですかもう全くですよもうそのまんま画面に映ってるのもそのまんま画もういっそ音楽もそのまま入れちゃえばいいんですよこのの間やつも 音楽をそのまんま入れてそうで最初ボリューム調整しましたようんそうそうだからちょっとねボリューム大きかったかなとかいろいろあるんですけど反省はねうんそうでやっぱりほらあの後編集でなんかイコライザー自体とかするやつよりは若干クオリティ落ちるんだけどでもそこまでね手間を考えたそんなんさ1ヶ月に1本の動画しかアップしないんだったら綺麗な動画作ればいいんだけどさ だけどなんかそれによって更新頻度が減っちゃったらさそうですねで作品じゃないんであい解説はそうですねうんうん必要なのはキャプチャーボードだけってことですねそうですそうですあれはいいわうんんか解説するのにもすごくいいですよねうんですねああなるほど解説動画作るのにも あれこの間の H2 の解説動画もそれで,やったんですか全部それだから録画ボタンを押して<ー>ね押した後に BGM スタートってクリックしてであとはもう「こんにちは」から始まって何十分か喋って最後録画終了ってボタンを押したら3秒後にはもうファイルが生成されてて、うん、そのファイルをそのままドラッグアンドドロップで YouTube の投稿のところに投げるだけ。うん うん、なるほどそうかもうトリミングもいらないです、ね、トリミングもしないしもうエンコードとか、うん、そ,のそれを編集ソフトで開いてもういっぺんテロップ入れてとかそういうこともしないああ、うん、なるほどもうだからもうあのまんまですよ 僕そこまでやったことないですね動画は撮ったことありますけれどもなる,どなるほどな、うん、生配信だけじゃないメリットがいろいろあるってことですねそうだってさあれをもしね、うん、プレミアでね、えー、いっぺんその録画したやつを開いてでその後一1個2個でもテロップ入れようもんだったら、はい、そこでまたエンコード時間が発生するでしょ、はい、そうそりゃそうで,す、ねうんえー、そうでだいぶ短縮されますよあれ OBS であーそのカメラ内で SD カードで記録しないということは はいはいはいでファイルサイズもさ、六から八はいはいはいないは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 結構いは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 いもいは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 いといは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 とはい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 はででいはいっいは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 ではい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  結構安定しててるっことですんかキャプチャーソフトとかインストールとかフリーウェアとかでやったりとかせずとも例えばシンプル BGC の画面をもうそのままあれリアルタイムで取り込んだやつがそのまま使えてるってことですよねよっちゃんあれそうだねうんそうなんですよんか解説系の動画作るのにもすごい適してますしすごく適してますねで画像を表示させてもうんまあ 基本的には綺麗だしねね、うんうん、なんか、ね、ただねこれちょっと脱線する話だけどなんかねんか子どもの,の肌が最近の YouTube の仕様なのか、はい、パソコンで見ると問題ないんだけど、うん、スマホで見るとなんかえらい白飛びする変に白飛びするのが最近 YouTube であります。 最近でいうと僕が一人で天の川の解説をしてて、て、うん、天の川の中心部の明るい部分が最初、パッと表示、はい、ご覧くださいって言ってパッと表示させたときはいいんですよだけど23、はい、秒そのままずっと表示させておくと声だけが解説してるのね、はい、そしたら天の川の中心部がすげどんどん白く飛んできて、うん、なんか変な飛び方になってるんですよ。えー 僕のこのスマホで。で、このスマホ側行かれてるのかなと思って、僕の他の iPad とかで見たんだけど、同じような感じだったんですよ。気がつかなかったんですけど、なんか、パソコンで見ると大丈夫パソコンで見ると大丈夫。うん。あら、そう。あら、じゃあ YouTube 側の問題じゃなくて、なのかな、スマホなのか、デバイスなのか、iPhone ね。iOS ですか ?iOS の問題ですかんまり

携帯とかにあるじゃないですか。もしかしたらそれかな。ちゃんと見たらそうなってる。ちゃんと見れるかな。わかんない。え、もしそうだったら嬉しいな。でもね、子供の人肌がね。この間僕ほらバンさんとご一緒した王子山公のやつ。あれの最後のシーンで子供がちょっとあの上を見上げててであやっぱ飛んでるわ。うん。ああいや飛んでないかな。あごめん飛んでないかな。 ごめんなさいね、なんかどうでもいい話。すげえ、でも僕にとって、なんかすごい重要なところで。天の川がさ、どんどん飛んでってさ。で、そう、なんかさ。写真で自分の天体写真で、はちょっと許せなくて。あんだけ会長、親族を追求してるからね、そ込んで。 写真を作らはったやつなんで<ー>それはお気持ちそれはそうですよね。OBS の,、はい、の原因かなと思ってたんですよ、はいうん、OBS の取り込みがそもそもなんかちょっとチープなのかなと思ってたんだけどでもはい、はい、この間子供の動画アップしたらあ違うわってこれ OBS じゃないからね普通に生でこれ編集したやつだから。そう でもパソコンで大丈夫なんだったらやっぱり iPhone とか iPad の問題じゃないんですかね。うん、わかんないですけどね。YouTube 側の問題でもなさそうですよね。YouTube 側の問題だったら何で見ても、どのデバイスで見てもおかしくなるはずですからね。うん、そうですね。僕のたぶ、まうん、iPod Touch でちょっと家でネットとしてたりだとか、一眼トーク聞いてたりするんですけど、一眼トーク、画面ないから真っ暗じゃないですか。はい、で見終わって、 ホームボタンを押して画面戻すと、ええええ、全部画面白飛びしてますよ。数秒間は、ええ。でじわーっと戻ってくる感じ<ー>なので僕自動のそのあの気、ー、度調整とかは、うん 切ってて全部手動の軌道調整にしてますけどそれでもう真っ黒な画面でずっと音だけ聞いててその後戻すとホーム画面が白飛びしちゃってますああそういう関連かもしれないですけどねわかんないですけど今ね僕ばんさんに言われてあかるさの自動調節オフにしたんですよでナイトシフトっていうのもオフにしてるはい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 でそれで見たけどダメだったね変わんないじゃあトモさんにはる その軌道調整ですか分かんないけどねでもトもさんがそういうふうにおっしゃるのは何らかの調整が入ってるってことですよねうんと思いますけどね。ですね。うん。星空ああでもそうですね人肌もなっちゃうなあれですもんね星。星空でその黒い画面が多かったらこう勝手にまだ暗いと判断してこう。うん とかって白飛びしちゃうってことはあんですけど人肌が飛んじゃうのおかしいですもんね子供の。でその普通のフッテージを見てねそのモニターで映像の、はいはい、う全然そんなあの飛びかけとかじゃなくてそんなに気度高くないんだけどいやーなんかすげえ真っ白に飛んでたからいやこれは恥ずかしいなと思ったんですね。 子供は最後、空を見上げてで最後、夕焼けのシーンで終わるんだけど、いやもうちょっとね、勘弁してくれよと思って YouTube に問題があるんかと思ってさ、わかんないですね、今の時点だとね、何が原因かわかんない、どんどん変わっていくんですよ、軌度が。でも、なんかあれですね、一番日本人で一番こう見るのが多いのは。 iPod とかそう iPhone 系ですからねそこ気になっちゃいますよね今までねそんなそんなことなかったんですよいろいろ天体写真を表示させたりとかしてたんですけど今までそんなことなかったんですよねうん初めてだなここ最近ですよなんか YouTube が変わった僕の直感では YouTube の仕様がうん あなんかいろんなほら暗い動画とかもあるからさ YouTube の仕様の中でエンコードでなんか勝手にこう明るさを調整してくれちゃってんじゃないのみたいなさあ<ー>、うん、ああ、うん、ありえますよね、うん、それはねでも PC で見る分には大丈夫だったんですよね、はい、PC ではね、うん、PC では大丈夫でしたね、えー、でもまあモバイル用に何かしてるかもしれないですねも,うかなもしかしたら <laughs>、うん、ちょっとそこは今後まあ映像の作品を作っていく上でも うん、人肌とかもう全く読めないからねカラーマネジメントから出してしまうと勝手になんかされちゃうとうん、うん、そう勝手にノイズ処理とか、まあ、圧縮されるのはまあしゃあないとしてそれはちょっと困りますよねですよねうんそれはちょっと感じてますね、えー、最近ううんうん ね、そうなるとなんかなもう本当微妙しか居場所がなくなっちゃうみたいな感じになっちゃうんですかね。<laughs> うん、なるほど。<laughs> うん、でも微妙だとは一般の人が見ないですからね。まあそうなんですよね。YouTube ですよね。うん、圧倒的にやっぱ YouTube ですよね。そこの普通の動画ってそうのは。僕の中のイメージで微妙はプロとかこう。うん の人がお金払ってて契約して動画アップしてそれなりの目を持った人が見てくれてそこから仕事につながるとかそんなそんなイメージなんですけどねあ<ー>ってるか,どうか分かんないですけどそうね、うん、かんないですけどねまあ明らかに多分ターゲット層が違いますもんね微妙と YouTube だと、はい、ですね、うん、はいうそうかなんか話がえらい全然違う方向に、はい、な,んでなんでこの方向に行っちゃったんかな <laughs> <laughs> かんないす,すいませんねなんか僕は今日はもう引きずり回してるような感じですねなんか自分の家のなんかね引っ越しがどうのこうのとかって話聞いてもらった挙句さもうバンさんには二度と会わない」とかって言い出すしさ「<laughs> <laughs> 二度と会わない」<laughs> そこは悲しむだろうな。<laughs> いやいやそういう問題もあったねいや本当仲良かったからね仲いいからねそうですねまあしょうがないですねそううんっていうかんかまああれですよねそんな言ってもね遠くじゃないからいつでも会おうと思えば会えるしねっていうことを言うのが結構日本人みんな言うから そうそうそうだからそれ嫌だからさ僕でそうやって言うとねそうやって言うと大体その人たちって会わないんですよまあまたどっかで「すれ違うしね」とかって言うじゃんすれ違うしねってそれ言うとね大体ねあこの人らはもう会わないんだろうなっていうおまじないみたいに思えてきて僕はそのちょっとひねくれてるから逆を言うんですよそうしたらね今までそれ言ってきたのね僕ね とかでもってきたんよ。もう「もうニュートと合わないからね」っつってさ言うとさ合うんですよこれが合うんだってなるほどうんそうだから今言ってるのンさんになるほどうんはい。はい。今日はそんなとこフフ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 フ すませあでもあの久しぶりに真っ黒のこのトークできてよかったですはいそうですねこれさんかいい感じで1時間10分で今日締めて今日後半でちょっと話そうかなと思ってたジンバルの話これまたちょっと次回のお預けってことでぜひぜひ次回ねえっとまあトークの後半でもどこでもいいんだけどジンバルのね3人の共通点ってほらジンバルじゃないですか はい僕まだこれからですけどすいませんそうですねはい是非ともちょっとジンバル沼にはまってもらってでもねえでも沼にならないようによっちゃんがお膳立てしてくれてますからねみんなのためにってことは何僕は H2 にしようと思いますよおそのチョイスはね間違ってないですよく 合成とパワーが一番源だと思うんですよね。クレーンはポン付けでもちろんいいのは分かってますけど多分あれですよね追い込んでいった時の潜在能力的にはやっぱり H2 だったりとかビーホルダーだったりとかシンプル BCG 系になってくるんだと思うんですよね。僕も買ったら買ったで結局今ずっとこうなんか。 ちょっと見,ない見,見て見ぬふりしてますけど多分ん買ったら買ったで、ねはいろいろやりだす性格なん気がするのでパソコンだって、ね、<laughs> 強いしさ数字系とか強いしでそういうもともとああいうアナログの、ね、スタビやってたさそういうバランスとかその辺もさ、はい、あんだけ解説してたさ ね、トモさんがあんだけ解説してて、はい、でオフ会とかで H2 ね、はい、え使用しだして、はい、まあ3ヶ月ぐらい後に僕と、はい、えなんかオフ会で会ったとしてさ。 <laughs> でなんかバランスめっちゃくちゃだったら笑えるね、なんか <laughs> めっちゃあんだけ解説してたのにさ全然バランス違うじゃんみたいなさだめじゃんってね、そうだね、<laughs> それ多分ちょっとねこう、頑張りますよ、プライド的にそうだよね、そこ絶対譲れないとこだよね、失敗こけ,こけられないとこだよね。 お子、ね、さんがそれだったらもう大変なことになりますよ。<laughs> 今まで偉そうなこと言ってたのにつってね、<laughs> すいませんっつって。<laughs> いやでもやっぱり人一番こう僕が不安なのが、うんあの、やっぱりどの数字を動かしたらどうなるっていう理論だってなくて、 こう体験していいいいかななくちゃいけないのが怖いですよアナログだったらどう,どういうふうにしたらどうなるっていうのはあ,ある程度見当がつくのでこうしてこうっていう方法論が、はいうん、自分の中で立ちますけどそ,<う>それが立たなくてこういろいろね実践してああこ,こうだったらこうだったこれだったらこうだったっていうのを積み重ねていかなくちゃいけないっていうのが一番でも皆さんも多分そうなんだと思いますけどジンバル足踏みしてる人っていうのはそこが沼が怖そう深そうっていうのが多分一番だなんで、はい、うんうん だからそこでヨッチャの動画がね、うん、効いてくるんですよ。<ー>これである程度のベースをセッティングしてあとは自分でいろいろやっていけばいいっていう。なのでねその例えばもう本当いろんな数字をいじって適用させて、はい、その試行錯誤が、はい、まあ安全に。 例えばまあ週末とかね、今日はもう1日、時間あるから、夜ね、じっくりもうこれと向き合ってやろうってってね、ばーっとこうずっとできればいいんだけど、いろんなところにね、あのソフトって、ソフトっていうか、あ,あの中にはね、いろんなところにこう地雷がこう落ちてて、あん要は、これをやっちゃうと、これを押しちゃうと、もうなんかお釈迦になっちゃうみたいなね、うん、ピーって言いだして、なんか暴れ出したりとかして、あるんですよ、それが。そう初心者だと、もう全く分かんないから、いろいろ押しちゃったりとかするじゃないですか。 おおとってボタンを押したりとか、なんかピーって書いて、なんかこうね、おかしくなっちゃったさ。もう全くこう復元できなくなっちゃったりとか、あるんですよ、それが。怖い。僕いっぺん動画上げてますもん、恐怖、突然ジンバルが暴れだしたとか。怖いよ。なるほど。うん。 あと僕のまだいい点っていうのはあれですよね、今までのオフ会の仲間がみんな大体、ジンバルに行ってるので、だから買って、初めはちょっと基礎をね、教えてもらいに、ちょっと教えをこいに、いつも合宿やってる人んち行って、教えをこえばいいかなと思いつつ、たぶんいろんなまず基本的なところから入らなくちゃいけないので、もうなんかこれから楽しくなるね。 それが多分導入するのはゴールデンウィーク明けぐらいですかねそうですね夏前ぐらいに変えたらいいかなと思いますけどねああ、うん、はいせっかくだからゴールデンウィーク前に買ったらどうですか4月末ぐらい <laughs> ちょっと早すぎそうするにはちょっと、ね、借金をしなくちゃいけないですね嫁さんにねちょっと小遣い前やりさせてくれって <laughs> ああそっかそれはそれでょしょ、ね、うしね GH5 買ったらまあ、ねまあ、まあでもね別に そうですね GH5 買って、その例の欲しいって言ってたレンズを買ったあ、そうですね、だからまあ、最悪ね、もう一台の GH4 を売って、うん、ですけどね、あとは使わないレンズを、まあ1個使わないレンズ、オリンパスのレンズであるので、単焦点あるので、それはまあ、売っちゃおうと思うんですよね。なんか今、最終的には5月の連休、うん、5月の連休で子供をやっぱりこう、そうですよね。 そこ重要ですね。重要ですよ、やっぱり。うせっかくだからさ、梅雨に入る前に。そうですねっていうのはあるよね。そのほうが楽しそうな気がするな。ちょっといろいろ金策を練ってね、処分するものを処分して。僕の中では、GH5 なり、ソニーの α6500 なり、ビデオに向いた一眼の動画カメラっていうのは、 もう絶対ジンバルとは切り離せないって,も、うん、って僕は思ってる派だからそうですねええー、そうなしではちょっとちょっと僕の中ではありえないのねうん、うん、幅が狭まっちゃいますからねできることやれることのそうですね、うん、ジンバルアウトナイトではもうねう違いますからね、うん、そうだからまあ本当だったらセットで手に入れてもらいたいぐらいなんだけどでもまあさすがにね3月、まあ、今月もうすぐだけどね 発売されてその矢先だからちょっとこう躊躇あるだろうけどね。うんそうですね。でもまあ可能であれば可能であればもうどうせ買うんでしょそうですねどうせ買うんでしょで可能であれば連休前にいろいろこうなんかね洗い出しとかそういうのもできるし連休中にね。で連休中ってあれ5月の初旬あたりって結構改正の日が続くんですよ。 ああ、そう、ずーっと3日がかか撮影日和なんですよ。そういうのもあるんでね。なるほど。そうですね。早めにね、そうですね。今のうちからイメージしておくといいかもしれないね、その辺を。そうですね。確かにね。いつか買うんですからね、結局ね。そう、いつか買う結局ね。そうなんですよ。ちょっと前返してでもね、早く買っちゃってね。買っちゃった場合は。 ううんい楽しみにしてますよ、本当に。ねで、まあ、ばんさんはばんさんでね、まあ、もうあと一年は、その今のやつを使っていくということなんですけそうですね。で、あの、SP1 大丈夫なんですか大丈夫ですよ。はい。ちと動いてます動いてますよ。はいバッテリーの持ち、ちょっと改造しちゃいました。バッテリーの持ちいいですね。最初ね、ちょっとあれ、あの、持ち悪いかなと思ったんですけども、しっかり充電したらあの大丈夫でしたね。最初 お借りした時ちょっとなくなったみたいですね。ああ、さすがにね。はい。はい。なるほど。うん、でしょう。普通に一日持つよね。持ちますね。はい。大丈夫です。はい。あれちょっとまたガンガン使って。これはもう本当にのこれからもねちょっとちょくちょく使わしてもらおうかなと思ってます。ええ。なるほど。わかりました。ね機動性抜群です。うん。ですよね。はい。 僕もねちょっといろいろ家庭とかいろいろあるけど、まあ、ちょっと今後もね、うん、このつながりは、うん、あのこういうねインターネットの通信でのやり取りね。うん リアルで会うことはもうまずないけどバンさんをね。分かりました。そう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 。いやもう全部嘘だから <laughs> あの全部嘘っていうかあのバンさんと会わないっていうのは嘘だから、はい、あのほらお寺とかまたちょっとほら解説動画撮りたいし、はいうん、お寺そうですほ、ねうんと、はい、僕の方が寂しいですよバンさん会ってくれないっつったらそうですか。うん、いや本当にそれは思ってるんで。うん、はいね うちの子も多分あれですよ、はい、悲しがりますね、うんうん、きっと。まあそうですね。うん、はいすみません、そんなわけで、じゃあ、あ今日は久しぶりの真っ黒トーク、はい、お届けいたしました。はい、ま,あまたやっていきましょう。はい、はい、ということで、えー、本日は以上となります。はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はいはい、おやすみなさい。